昨日は東京で聖戦連合の総会がありました。第47回目になります。昭和44年にスタートして、その年から、46年が過ぎました。私をともう一人先輩の牧さんを除くと、ほとんどの人は、引退したというか、子供さんに仕事を譲って、牧師たちはこの若い方々になっております。若いというと、もうそう50とか、50数歳とかですね、年を取っておられますけれども、そういう、次の世代に変わっております。先代と話しておりました、証しをしておりました、この女性たちを、主に導かれる女性たちを牧師、伝道師、宣教師として立ち上がりなさいというこの本を実冊注文して、それをこの総会の後、お一人一人の牧師さん、またそこに参加されました方がおられました、信者さんおられましたが、その方々にお渡しをいたしました。牧師が私の方やってきました。先生、16年に救われたんですね。お話しにくいんですね。ことを言ってくださる方がおられました。何これは。新しい、47回目の、47年目の、スタートをしました。そしてまた同時に、先だっての3月の、29日アメリカのロサンゼルスに行って、帰ってきた時から、私は、週末のこのリバイバルの、働きが、本格的にスタートしましたよと、しますよということをお話をいたしました。リバイバルというのは、義というのは再びという、再び生きる、死んでしまった人が再び生きる、信仰を失ってしまった人が再び生きるという意味、信仰を回復するという意味でもありますけれども、もっと単純に、イエス様を信ずる人々がたくさん起こるということになります。同時にリバイバルが起こるということは、同時に、世の終わりの、7年間の、主の日、旧約聖書に主の日、主の日と言われておるこの7年間の、世の終わりの、最終的な神様のこの全世界を清めるための働きがなされるわけです。この地からありとあらゆる、この汚れを、取り除くため神の裁きの技が起こるんだと、それは黙示録に記されております。封印の幻、ラッパの幻、蜂の幻という3種類の幻、そして一番最後には、ハルマゲドンと同時に、天からイエス様が、地上に再臨する、その真ん中 3.5 年の時の天上に、空中にイエス・キリストが再臨するということが、聖書に言われております。その日が近づいているんだということを覚えていただきたいと思います。そしてこのリバイバルの働きの、中心的な私たちの信仰の歩み、どういうことにあるかというと、それは感謝と賛美ですよということを、ロサンゼルスで学ばせていただきました。感謝と賛美を中心にした、全てを感謝するということを中心にした、また神を褒めたたえるということを中心にした、聖霊様の働き、聖霊の、カリスマ、賜物を用いた、特にこの予言というものが中心になっていると言われておりますが、2000年前天から聖霊が下ってきて、イエス様が聖霊様をこの地上に送って、何が起こったか、120人の人たちが聖霊に満たされて、外国語で異言、タング、シャベラというタングを語ったと、そしてその時からペトロたちが説教をして、1日に3000人の人を救いに導くという、大変な技が起こりました。それは、農作業に例えられて、秋の雨、初めの雨とこう言ってるわけです。種まきのための雨、雨というのは聖霊様のことを言っております。そして2000年が間もなく経とうとしております。これは今度は春の雨、終わりの日に起こるリバイバルは春の雨、後の雨、ラターレインとこう言っております。ということで、その働きが、なされる、全てを感謝する、そしてまた賛美する、
詩篇の148編というところを見ていただくと、はい、そこに、はい、神様が作った天地宇宙、その中のすべてのものが神様を褒めたたえるように言われております。すべてのものです。草も木も山も丘も、はい、そして動物たちももちろんそうなんです。ひょうも嵐も雪も、はい、太陽も星もみんなそうなんです。神を褒めたたえよう、ね、自分を作った神を褒めたたえようということが詩篇の148編ですか、そこに出ております。ということで、はい、今日は、ジュニオさん、バブシ君も連れてきてくださいましたけれども、はい、バブシ君も、はい、神を褒めたたえる、ね、うちの、まあ、あのフィエ君は3階におりますけれども、ね、そこで神を褒めたたえる、そのような、はい、神様の、はい、褒めたたえる賛美、そして感謝、すべてを感謝する、総会に行ってきました、はい、そして私は、はい、金曜日の夜、横須賀の私の、はい、姉の家に一泊させていただきました、はい、そこで、しばらくの久しぶりのこの交わりの時を持ち、はい、何をしたかというと、ホルトン君のあの天国に行ってきた本、天国は本当にあるよという本を、彼女に渡して、その内容を話しました。私の姉は、はい、キリスト教も一つの宗教だとか、なんとかかんとか、ね、久しぶりにそういうことを言い始めたもんですから、ね、何を言うこと、ね、私とえらい論争になりました、はい、そしていろんなご質問をいただいて、はい、そして私はあなたのためにもこの46年間祈り続けてきてるんですよと、はい、そのことをよく覚えておいてくださいよということを伝えました。愛のためにも姉のためにも、ね、救われるように祈ってきたんだと。キリスト教団何段かんだんじゃなくて、あなたの救いのために祈ってきたんだよということを伝え、はい、そして、はい、最終的に私が導かれたことは、その、この兄弟の交わりの出来事、はい、これを感謝するように導かれた。別に彼に洗礼授けたわけじゃないんです。感謝するように導かれた、はい、そしてまた最近私はいつものように、今日は素晴らしい天候ですので、はい、神様を褒めたたえたいと思います。はい、感謝します。健康のためにもちろん祈っているわけですね。皆さんの足が、ね、あるいはあのここに来ることが妨げられないですけれども、はい、最近自分の祈りがなんか健康があまり聞かれないなということを感じます。あ、そうだ、神様この祈りが聞かれない、健康が思いにいかない、はい、これも私に感謝するように求めておるんだなというふうに捉えております。はい、うまくいかないことも感謝するように捉える、それが重要なこのリバイバル、神様の働きの土台になっておるんだな。今日のハバク書の3章、一番最後になりますが、はい、ハバク、預言者ハバクは、はい、神様に祈るわけです。はい、また神様に疑問を投げかけるわけです。何を、はい、自分の民、神の選びの民、聖なる、はい、祭司の王国であるイスラエル、神様から律法を与えられたこのイスラエルが、ね、律法から遠く遠く離れ、また律法を破って、ね、大変な、ね、はい、罪に満ち溢れたその生活をユダヤ人、イスラエル人たちがしておる。一体これは、これを神様、あなたは黙って見ているんですか、見過ごしているんですかということを彼は訴えるわけです。そうなんです。素晴らしい世界的な伝道者、はい、それで教会のご用意をしております。はい、それで教会の中にはありとあらゆる混乱が満ち溢れている、うん、はい、その時にその伝道者は何しておるか、はい、神様に感謝を捧げる、はい、同時に御言葉を語っておったわけです。はい、それは誰かというならば、はい、最大の使徒パウロです。
パウロは、はい、いろんな教会を、はい、立て上げましたけれども、その中心的な代表的な教会はコリントの教会。コリントの教会は誠に誠にひどい教会であったわけです。また霊的に、また素晴らしい聖霊の賜物が現れた教会でもありました、はい、混乱に満ち、また神様の技にも満ち溢れておりましたけれども、はい、その教会を彼は預かって、はい、神様に感謝を捧げ喜んでいるということを、はい、ぜひとも私たちも覚えさせていただきたいなと、こういうふうに思います。教会のことをかれこれ言う、はい、クリスチャンたちが結構いるもんですけれども、はい、それはやっぱり自分がこの教会というものを、はい、家庭を預かるお父さんお母さんのような考え心で、はい、家庭をあるいは教会を見ないところから、そういうこの批判が出てくるわけです。他人の技というふうに捉えるわけです、はい、自分は中心人物ではないとこう思うわけです。しかしながら、はい、パウロは、はい、あなた方は、はい、私の家ですよ、私の教会ですよ、私の子供たちですよ、私は彼らを清めることができ、祝福することができるんですよと、はい、ローマ書の、はい、14章、15章を見ていただくと、パウロはそういうふうに語っております。はい、どうぞそのことを覚えていただきたいと思います。全てを感謝する。はい、今の教会の一つ一つの状況を感謝する。一人の方に私も先だって言いました、はい、全ての出来事を徹底して感謝することがあなたの課題ですよ、うん、それによってあなたは自分の職場においてね、主の証人になれるんですよ、人々の、はい、リーダーになれるんですよ、そのことを伝えました。本人は何してるの、はい、自分はいいと思う、他の人が悪いと、その人たちを何とか直すか、その関係を、ね、いじくるか、そういうことを考える、それは大きな過ち。感謝しなさいと言って今、ね、盛んに聖書の言葉を語られている、はい、それがリバイバルの柱ですよ、はい、今起こっている一つ一つのことを本当に感謝することから、ね、スタートするんだよということをお伝えします。はい、多分それを、はい、必ずそれを実行してくださるんではないか、はい、それを期待しつつ私も、はい、祈っておりますけれども、